エリザベス・テイラーはイギリス出身の女優。少女時代からメトロゴールドウィンメイヤーで子役として映画出演しており、成人後にはハリウッド黄金時代を代表する大女優の一人となった。世界的に最も有名な女優の一人であり、優れた演技力、美貌、豪奢な私生活、そして珍しいスミレ色の瞳で知られていた。 緑への天使が最初に成功したテーラーの映画出演作品となった。その後、花嫁の父、日の当たる場所、ジャイアンツ、暑い途端屋根の猫、去年の夏突然に、などに出演している。1960年のバターフィールド8でアカデミー主演女優賞を受賞し、クレオパトラでは主題役を演じ、この作品で共演したリチャード・バートンと結婚した。バートンとの共演作は、 バージニアウルフなんか、怖くないなど11本に及び、テイラーは、このバージニアウルフなんか、怖くないで2度目のアカデミー主演女優賞を受賞している。1970年代半ばから、テイラーの映画出演は減っていき、時折テレビや舞台に出演するようになった。テイラーの私生活は、8度の結婚と生命に関わる闘病生活で知られている。また、 社会活動家でもあり1980年代、半ばからエイズ撲滅運動を支持し、1985年に、米国エイズ研究財団の創設メンバーの一人となり、1993年には、エリザベス・テラー・エイズ基金を創設した。大統領メダル、レジオンド・ヌール君賞、ジーン・ハーショルトとも相性、AFI 障害厚労賞を受賞し、AFI が選定した。 映画スターベスト100の女優部門では第7位にランクされている。テイラーは長い闘病生活の末、2011年3月にうっ血精神不全のために79歳で死去した。テイラーは1932年2月27日に二人兄弟の妹としてロンドン北西部のハムステッドガーデンサバーブにあるミルウッド通り8番の両親の家で生まれ、 エリザベス・ロズモンド・テイラーと名付けられた。父親はフランシス・レム・テイラー。母親はサラ・サザーンで、両親ともにカンザス州アーカンザスシティ出身のアメリカ人だった。テイラーの兄、ハワード・テイラーは1929年生まれである。父・フランシスは歌唱で、母・サラは舞台女優をしていたが、ニューヨークでフランシスと結婚した1926年に、 芸能活動から引退している。テイラー家の親しい友人だったビクター・カザレットは、一家に大きな影響を与えた人物で、エリザベスの名付け親となった。ウィンストン・チャーチルの親友でもあったカザレットは裕福な国会議員で有力な演護を持つ独身男性だった。カザレットは美術と感激を深く愛した人物で、テイラー一家にイングランドに永住することを強く勧めた。 また、クリスチャンサイエンスの信者で在家の説教師を務めており、テイラー・アケトのつながりには宗教的な側面もあった。エリザベスがひどい小児性伝染感染症に罹患し、数週間寝込んだ時にエリザベスは、お母さん、ビクターを呼んでくれないかしら。一緒に、ここにいてくれるように頼んでと懇願している。電気作家のアレクサンダー・ウォーカーは、エリザベスが27歳の時に、 ユダヤ教に改修しその生涯を通じてイスラエルを支持していたのはウォーカーはカザレットがユダヤ人の祖国建設の積極的な推進者だったこととエリザベスの母サらが様々な事前活動に参加しており、その活動の中にシオニズム資金団体への支援があったことを指摘している。サらはエリザベスがカザレットから受けた影響について次のように振り返っている。 ビクターはベッドに座ってエリザベスを抱きかかえながら神様のことを語って聞かせていました。エリザベスの瞳は彼の顔を食い入るように見つめ、彼の話すあらゆる言葉に聞き入り、信じ、そして理解していったのです。テイラーは出生国イギリスと両親の出身国アメリカとの二重国籍を持っていた。1965年10月にパリのアメリカ大使館で アメリカ国籍放棄の手続きを行ったが、証明書の合衆国へのあらゆる義務と忠誠を放棄するという一文には抹消戦が引かれていた。このためアメリカ合衆国国務省は書類が改ざんされているためテイラーの国籍放棄を認めないという見解を公式に公表している。テイラーは翌年の1966年に改めて正式なアメリカ国籍放棄の証明書にサインした。 しかしながら1977年にテイラーは当時の夫だった政治家ジョン・ウォーラーの上院議員選挙運動の際にアメリカ国籍取得を申請している。第二次世界大戦が勃発する直前に両親は戦火を避けてイギリスからアメリカへと戻ることを決めた。母サラと二人の子供が一足先にニューヨークへ到着したのは1939年4月のことで ロンドンで仕事の後始末に追われていた父フランシスがアメリカへ帰国したのは11月になってからだった。一家はカリフォルニア州ロサンゼルスに落ち着き、父フランシスはイギリスから持ち込んだ多くの絵画を展示するアートギャラリーを建てた。そしてすぐにこのギャラリーは現代ヨーロッパ絵画を好む多くの著名なハリウッド関係者たちの間で評判になり、電気作家ウォーカーはギャラリーが テイラーを金銭と名声に満ちた世界へと誘う多くの扉を開いていくことになったとしている。テイラーの母サラはロサンゼルスに今日構えて間もなくハリウッド関係者が常に未来のスターを探していることに気づいた。サラは友人をはじめ見ず知らずの人々からも当時撮影中だった映画風と共にサリヌの主役スカーレットオハラの子供ボニーブルー役のスクリーンテストを テイラーに受けさせるように勧められた。しかしながら、サラは、テイラーには、映画の子役は向いていないとして、これらの誘いを断った。また、テイラー一家が、世界大戦終結後にはイングランドへ戻るつもりでいた、ことも背景にあった。1940年頃に撮影されたテイラー。ある時、ハリウッドの芸能コラムニストのヘッダーホッパーが、 映画制作会社ユニバーサルピクチャーズの役員で大株主だったジョン・チーバー・カウディンの婚約者、アンドレア・ベレンスとテイラーを引き合わせた。ベレンスはさらに、テイラーをカウディンに合わせれば、間違いなく、カウディンは、テイラーの驚くほどの美貌に見せられるだろうと受け合った。別の映画制作会社メトロ、ゴールドウィン・メイヤーもテイラーに関心を示しており、 MGM の社長ルイスビームイヤー自らが自社のプロデューサーに彼女と契約しろ。さっさとするんだ。何をぼやぼやしていると催促したと言われている。そしてテイラーをめぐってユニバーサルと MGM の争奪戦となった。MGM も自分たちと同じくテイラーに興味を持っていることを知った。カウディンはニューヨークからユニバーサルへ彼女と契約するんだ。これは命令だ。 スクリーンテストも省いていいという電話をかけている。そして、ユニバーサルはテイラーと7年間の契約を結んだ。テイラーが初めて映画作品に出演したのは、The ズ・ワ r ボー One b o ミ n Every m i n u t e で、結局この作品が、テイラーが出演した唯一のユニバーサル制作映画となった。The ズ・ワ r ボー One b o ミ n Every m i n u t e 公開後、1年足らずで、ユニバーサルはテイラーとの契約を解消した。 契約が解消された理由は不明だが、カウディンが期待するほどの成果をテイラーが上げられなかったのではないかとする説がある。電気作家ウォーカーはユニバーサルに歓迎されていないとテイラーが直感的に思ったのだとしている。例えば、配役担当ディレクターがスクリーンテストを終えたテイラーについて、この子には何もないよと漏らしたことをテイラーは知っていた。 テイラーに出会う人々を驚かせたスミレ色にも見える深い青色の美しい瞳と先天的な二重まつげはこのディレクターにとって印象的には感じられず彼女の目はあまりに大人びすぎている子供の顔じゃないと言ったとされているウォーカーも外見に関する限りはそうまとはずれな意見でもないとしている確かにエリザベスの容姿にはちょっと変なところがあった 年齢の割には大人びており、実年齢よりも年上だと考える人々も多かっただろう。すでに母親と同じような集中力を見せていた。後にこのことは大きな財産となっている。当時の人々は、シャーリー・テンプルの清純な愛らしさや、ジュディ・ガーランドの飾り気のない子供らしさに比べれば、テイラーが劣っていると思ったのだろう。1944年に撮影されたテイラー。 テーラーは幼少時代を過ごしたイングランドでは大人びていると言われていたと振り返っており、それは自身が率直でひどく遠慮がなかったからだとしている。さらに生まれたばかりの娘にも自分とよく似た特徴が見られることにも触れている。まだ一歳にもならない娘がじっと他の人を見つめると、その人は落ち着きをなくし逃げ出したくなるのです。娘の熱のこもった視線に耐えられずに、 ついには部屋を出て行ってしまいます。MGM のプロデューサーであるサム・マルクスの火災警備員も務めていたテイラーの父フランシスは、MGM が名犬、ラッシーの映画に出演するイギリス人子役を探していることを知った。テイラーはこの映画への出演を決め、1943年からの長期契約を MGM と結んだ。テイラーが MGM との契約を決めた理由は、 オーディションに行った時に MGM の関係者がみんな親切だったからとテイラーは振り返っている。MGM の制作責任者ベニータウをテイラーはその後数年にわたって全面的に信頼していた。彼は細やかな気遣いができる人物でその身振りからも彼女が愛されているということが分かったとウォーカーは語っている。タウは当時のテイラーのことを 小さな黒髪の美人で、風変わりで、美しい目が、皆の注目を集めていた。妙に元気な子供だったよと評している。さらに、当時の MGM は、魅力的な制作会社だとみなされており、天国よりも多くのスターを抱えていると自負していた。しかしながら、テイラーの母サラは、テイラーには、女優としての、添付の才能があると信じていたが、MGM との契約書に、 サインするのをためらっていた。ウォーカーはテイラーが MGM との契約を結ぶに至った理由を次のように述べている。確かな証を欲しがっていた。サラは以前自分が出演したザフールの台本を持ち出し、自分は主役のセリフを読み、テイラーには過去にサラが演じた娘役のセリフを読ませた。この時サラは涙を禁じ得なかったことを認めている。 私の娘は完璧に役を演じ切ったのです。私が演じた子供時代の役も成人してからの役も、彼女は私が過去に演じた全ての世代の役をこなしました。1945年に撮影されたテイラーの潜在、邪神。MGM はテイラーをメーケンラッシー・イ家ジに、その後終生の友情を結ぶことになる子役、ロディ・マクドウォールと共演させた。後年マクドウォールは、 テイラーの美貌について大きなスクリーンに映し出されるために生まれた。この少女以外の誰が二重まつげをしているだろうと回想している。名犬らしい家事でのテイラーとマクドウォールの演技はどちらも好評を博し、MGM は定時昇給を確約した週900ドルの条件でテイラーと7年間の出演契約を結んだ。MGM との契約下で初めて与えられたのは 外部出演作品であり、20世紀フォックスが制作するジェーン・エアのヘレン・バーンズ役だった。翌1944年にはイギリスを舞台としたドーバーの白い崖で、テイラーは再びマクドウォールと共演している。粘り強く交渉して射止めた、緑縁の天使のベルベット・ブラウン役で、12歳のテイラーは子役スターとなった。テイラーの役は愛する馬を調教して、 グランドナショナルで優勝することを夢見る少女だった。若きミッキー・ルーニーやイギリスの新人女優、アンジェラ・ランズベリーらが共演し、1944年12月に公開されたこの作品は大成功を収めた。後年になってテイラーは、緑への天使のことを今までで最も興奮した映画と呼んでいるが、映画撮影中に落馬事故で痛めた背中は、後に、 様々な悪影響をテイラーに及ぼすこととなった。観客も批評家も一目でエリザベステイラーに見入られた。ウォーカーは緑縁の天使が大ヒットした理由として次のように記している。その大きな成功は一重にヒロインにある。その思い込みの強い性格で叶わないことなど存在しないと信じる。人々の強い憧れを体現してみせた。 言い方を変えれば、人生観を描いた作品として、時代を超える名作という評価を確立したのである。緑への天使の興行収益は400万ドル以上を記録し、MGM はテイラーとさらなる延長出演契約を結んだ。緑への天使の成功により、テイラーは同じく動物映画である、ラッシーの勇気に出演している。この映画もヒットし、テイラーのギャラは、 週休750ドルまで上がった。この後も、ワーナーブラザースに貸し出されて出演した、ライフウィズ・ファーザーをはじめ、シンシア、スイングの少女、奥様ブユーデ伝と、すべての出演作がヒットしている。テイラーは、確実に、ヒットを飛ばす、子役女優として高く評価され、撮影で NG を出さずに一度のテイクで決めてしまう、ところから、ワンショットリズと呼ばれるようになった。そして、 南北戦争時代の一家を描いた古典的名作、若草物語のエミー・マーチ役が、テイラーの最後の少女役となった。当時の MGM は、スタジオ内に教室を設置しており、子役たちに学校教育を施していた。しかしながらテイラーは、スターとして扱われない、普通の子役たちから阻害されるようになり、この教室に嫌気がさすようになっていった。テイラーは、 子役として映画に出演する前が子供時代で最も幸福な時期だったと振り返っている。私の人生で数少ない本当に幸せだった時期の一つに女優を始める前の子供時代があります。同級生とゲームをし、お人形遊びや国語遊びに夢中になったものです。緑への天使に出演して有名になったのは私が12歳の時です。 今でも私は普通の生活が送りたかったと思う時があります。でも多分その頃から私は風変わりの変人だという目で見られるようになっていったのでしょう。私は学校が嫌いでした。少なくともあれは学校ではありませんでした。私は子供たちと一緒に過ごすこと自体は大好きでした。でも教師が舞台セットにいる私の耳を掴んで引きずり下ろし、教室に叩き込もうとするのです。 私はよく月光しました。その頃16歳だった私と真面目に接してくれる旧友もいなかったのです。15分もしたら教室を抜け出してロバート・テイラーの妻役として情熱的なラブシーンを演じたものです。スペンサー・トレイシーと共演した花嫁の父の潜在写真。1950年。10歳代の頃のテイラーは映画出演に嫌気がさしていた。 ステージママとなった母親サラは、テイラーが即興で泣けるようになるまで容赦なく、稽古を続けさせ、撮影中のテイラーを監視し続けては、発生やミスを指摘した。撮影所で、同年代の人間と出会うことは、ほとんどなく、貧弱な教育しか受ける機会を与えられなかったため、テイラーは簡単な算数であっても指を使わないと、計算できなかった。16歳の時に、テイラーは、両親に、 普通の子供に戻りたいから女優を辞めると告げたことがある。母親のサラはテイラーには感謝の心がないと悟し、あなたには責任があるのよ、エリザベース。私たち一家にだけではなく、この国、サラには全世界に対してのねと言って聞かせている。1948年10月にテイラーはカンスピラターの撮影のために客船クイーンメリーでイギリスへ向かった。 他の子役と違って、テイラーは、成人女性役への転身に苦労することはなかった。カンスピラターが公開される1949年、以前に、雑誌、タイムが、テイラーのことを、非常に高価な宝石、サファイアのような本物のスターと呼んで、モンゴメリー・クリフト、カーク・ダグラス、エヴァ・ガードナーらと並ぶ、時代のハリウッドスターだと紹介している。 成長してもテイラーは小柄で華奢な体格のままで、ウエストサイズは19インチしかなかった。カンスピラターの工業成績は悪かったが、当時38歳のロバート・テイラー演じる、共産主義のスパイと、そのことを知らずに結婚してしまうという、メリンダ・グレートン役を演じた。当時16歳だったテイラーが演じた、この21歳の女性の役は、テイラー初の成人女性役として評論家から高い。 評価を得た。新たに、週休2000ドルとなったテイラーが出演した映画が、人気俳優版ジョンソンと共演した、ザ・ビッグ・ハング・オーバーだったが、この作品は、興行成績も批評家からの評価も良くなかった。また、この映画では成長したテイラーの性的魅力を描写しようとしていたが、その面でも成功したとは言えない作品だった。テイラーが、成人女性を演じた映画で、 最初に工業的にヒットしたのがコメディ映画の花嫁の父である。テイラーはスペンサー・トレイシーが演じるスタンリー・ティー・バンクスの娘、K ・バンクス役で他にはジョーン・ベネットらが共演していた。花嫁の父の続編として制作されたコメディ映画、かわいい配当でテイラーは再びスペンサー・トレイシーと共演した。トレイシーはこの映画について退屈。 退屈極まりないと評している。かわい配当の興行成績は非常によく2作続けてコメディ映画でヒットを飛ばしたテイラーだったが自作の日の当たる場所が以降のテイラーの女優としてのキャリアを方向づけることとなる。1949年の終わりにテイラーはジョージ・スティーブンス監督作品日の当たる場所の撮影に入った。 この作品が公開されたのは1951年で、テイラーは資産家令嬢のアンジェラ・ウィッカース役を演じた。共演したのは、ジョージ・イーストマン役のモンゴメリー・クリフトと、イーストマンの恋人で妊娠しながらも、工場で働く、貧しいアリストリップ役のシェリー・ウィンタースだった。日の当たる場所は、セオドア・ドライサーの小説、アメリカの悲劇を原作としており、アメリカンドリームへの批判と、 その悪影響をテーマにしていた。当時のテイラーはまだ17歳であり、日の当たる場所に込められた心理的な影響力やテーマ性を理解できてはいなかったが、この作品はテイラーの女優としてのキャリアに極めて重要なものとなった。電気作家、キティ・ケリーは監督のスティーブンスがテイラーのことを若く美しいスターだと認識しており、そのことによってジョージ・イーストマンが 彼女と日の当たる場所を手に入れるためなら何でもすると思い詰めた理由を観客たちにはっきりと理解させる効果があったとしている。ケリーは日の当たる場所の撮影現場の見学を許された芸能コラムニストのヘッダホッパーが緑への天使に出演していた少女がカメラの前でモンゴメリークリフトを誘惑しているシーンを食い入るように見つめていたと書いている。さらにこのシーンの撮影後に ホッパーがテイラーのところへ行ってエリザベス、あんな風に男を誘惑する手札を一体いつ覚えたのと尋ねていたとしている。批評家たちは日の当たる場所を傑作と評価し映画史に50年以上残る作品だとして高く称賛した。ニューヨークタイムズ誌の AH ワイラーは裕福で美しいアンチェラを演じたエリザベスの演技は彼女のキャリア中で最高だったと書いた。また、 ボックスオフィスしはその劇表でミステイラーはアカデミー賞に値すると断言している。雨の朝パリにシスのテイラー。1954年。1950年頃からテイラーは自身に振られる配役に対して徐々に不満を持つようになっていった。テイラーが望んでいたのは裸足の白爵夫人でエヴァガードナーが演じたマリアバルガスやアスナクで スーザン・ヘイワードが演じたリリアン・ロスのような役柄だった。しかしながら MGM はテイラーが仮名を出演したキャロウェイ・ウェントズ・イティウェイやラブ・イズ・ベター・ザン・ニエバァー、黒騎士、EN、ザ・ガール・フー・ハット・エブリシングのようなどちらかというと愚かしく記憶に残らないような映画への出演しか認めなかった。1954年に出演したラプソディも テイラーにしてみれば飽き飽きするような恋愛映画で不満が残る役どころだった。テイラーが演じたルイーズ・デュラン役はビットリオ・ガスマイ演じる気難しいバイオリニストとジョン・エリクソン演じる真面目な若きピアニストの間で揺れ動く裕福で美しい娘という役どころだった。ニューヨーカ・ヘラルド・トリビューン氏は前編が美しさに満ちた作品でミス・テイラーはあらゆる角度から輝いている。 セリフは高尚で、出演陣も優れた容姿ではあるが、いかん、せんないように、乏しいと評している。ラプソディ、巨像の道と、同じく1954年に公開された、騎士ブランメルで、テイラーは凝った衣装に身を包むレディ・パトリシアを演じた。しかしながら、この魅惑的な美女役は、スチュワート・グレンジャーが演じる主役ボーブランメルに、恋愛風味を加えるだけの美しい添え物に、過ぎなかった。 ザビックハングオーバーで共演したバン・ジョンソンと再びコンビを組んだ雨の朝パリにシスでテイラーが演じた役はそれまでの作品に比べると幾分マシな役どころだったテイラーが演じた役であるヘレン・エルス・ワース・ウィリスはアメリカの小説家カイ・スコット・フィッツ・ジェラルドの妻ゼルダ・セイヤーをモデルにしている 当時のテイラーは1952年に結婚したマイケル・ワイルディングの二人目の子供を妊娠していたが、この作品の撮影に4ヶ月間を費やした。雨の朝パリにシスの工業成績は悪くなかったが、テイラーはより存在感がある役を絶望していた。ロック・ハドソンと共演したジャイアンツ。1956年、ジョージ・スティーブンス監督作品でロック・ハドソン。 ジェームズ・ディーンと共演した大作ジャイアンツでテイラーはハドソン演じる富豪、ジョーダンの妻レズリーというシリアスで存在感のある役どころを得た。そしてテイラーはモンゴメリー・クリフトと共演した愛情の花咲く木で演じたスザンナ・ドレーク役で初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされた。以降テイラーはポール・ニューマンと共演した熱いトタン屋根の猫。 モンゴメリー・クリフト、キャサリン・ヘプバーン、マーセデス・マッケンブリッジと共演した、去年の夏突然に、バターフィールド8と4年連続で、アカデミー主演女優賞にノミネートされ、最後の、バターフィールド8でアカデミー主演女優賞を獲得した。バターフィールド8は当時テイラーの夫だった、エディ・フィッシャーと共演した作品で、テイラーに、自身のことを18年間にわたる、 MGM の家財と言わしめた、MGM との契約における最後の作品となった。クレオパトラで主役を演じるテイラー。宣伝フィルムからのスクリーンショット。暑い途端屋根の猫、去年の夏突然に、の大ヒットによって、テイラーは、工業成績上位10位に入る俳優となり、その後も10年にわたって、ほぼ毎年上位10位にランクインした。1960年に、テイラーは、 20世紀フォックスと100万ドルでクレオパトラの出演契約を結び、当時最高額の出演料を得る女優となった。最終的にはテイラーはこのクレオパトラ役で700万ドルを手にしている。テイラーはこのクレオパトラの撮影中に共演者でマーク・アントニー役のリチャード・バートンと恋愛関係になった。両者共に結婚していた不倫関係であり、 タブロイド紙に大きく取り上げるスキャンダルとなってしまった。テイラーに2度目のアカデミー主演女優賞をもたらしたのは、当時の夫だったリチャード・バートンと共演した、バージニア・ウルフなんか、怖くないのマーサ役だった。この映画はテイラーにとってもバートンにとっても、大きな転機となった作品で、ウォーカーは、二人のキャリアの中で、最もやりがいがある作品であり、最も手強かった作品だと評している。 テイラーはこの作品を本物の演技を試すいい機会だと捉え、さらに自身の憧れの女優ビビアン・ディが演じてきた悲劇のヒロインと張り合うチャンスだと考えた。しかしながらテイラーは自身の人年齢より20歳以上年長のマーサ役を演じるには自身の外見が若すぎることを気にかけていた。テイラーは役の年齢相応に見せかけるために白髪を足すなど肉体的にも 性質的にもマーサに近づけようとした。意図的に体重を増やし、過度に濃いマスカラ以外はほとんど化粧をせず、薄汚れたバッグを持つといういでたちで役作りを行った。テイラーとその5番目、6番目の夫、リチャード・バートンとは、予期せぬ出来事、いそしぎ、ジャじジゃャ馬ならしなど、10年間で6本の映画で共演している。 1967年までに二人の共演作品は200万ドル以上の興行成績を上げた。ジャジャウマならしに続いて、ファウストアクの楽しみ、危険な旅路、夕なぎで、テイラーとバートンは共演しているが、いずれも興行成績は振るわなかった。テイラーは、ジョン・ヒューストン監督作品、禁じられたジョージの森で、マーロン・ブランドと共演し、翌年には、 ミアファローと秘密の儀式で共演した。1960年代の終わりには、テイラーの集客力は落ちていき、出演作の興行成績は大幅に下がってしまった。ウォーレン・ベーティと共演した1970年の、この愛にすべてを、も、興行的には失敗作となっている。華と共に、過不足柔軟性のない声しか出なくなった、テイラーだったが、1970年代も多くの、 映画作品に出演するスターであり続けた。マイケル・ケインと共演した、ある愛のすべて、ヘンリー・ホンダと共演した、ベツリ、ジェーン・ホンダ、エヴァ・ガードナーと共演した、青い鳥、夫、リチャード・バートンと共演した、リトル・ナイト・ミュージックなどに出演し、1973年には、テレビ映画の、離婚、男の場合離婚、女の場合にも出演している。嘘ショーに出演したテイラー。 左の男性は、ボブ・ホープ。1986年。テイラーは1980年に、アガサ・クリスティのミステリー小説、鏡は横にひび割れてを原作とした映画、クリスタル殺人事件に出演した。1985年には、実在の芸能モシップコラムニストのヘッダ・ホッパーと、ルエラ・パーソンズをモデルとしたテレビ映画、マリス・イン・ワンダーランドで、ルエラ・パーソンズを演じている。 1987年にトムス・ケリット、ジョージ・ハミルトンとの共演でテレビの西部劇ポーカー・アリスに出演し、1989年にはテレビのミニドラマシリーズ南北戦争物語愛と自由への第一に出演した。そしてテイラーの最後の劇場映画作品となったのは1994年のフリントストーンモダン石器時代だった。ドービルアメリカ映画祭でのテイラー。 1985年、テイラーは1996年2月に、テレビのシットコム番組、ナニーに、本人役で出演した。この時出演者のフランドレシャーに、テイラーが、これまでに結婚した相手のすべての性をつなげて、エリザベス・テイラー・ヒルトン・はイルディング・トッド・フィッシャー・バートン、バートン・オーナー・イ・コール・フォー・テンスキーと呼びかけられている。2001年には、テレビ映画、だって女優ですもの。 に出演した。テイラーは多くのテレビシリーズ作品に出演しており、ソープオペラのジェネラル・ホスピタル、オール・マイ・チルドレンなどのほかアニメシリーズ、ザ・シンプソンズの登場人物、マギー・シンプソンに一度だけ、ダディというセリフを当てたことがある。テイラーは映像作品だけではなく、舞台作品にも出演したことがあり、1982年に劇作家、リリアン・ヘルマン原作の 小狐たちでブロードウェイとイーストエンドにデビューした。1983年にはノエル・カワードの戯曲プライベート・ライブズで全部のリチャード・バートンと共演している。オックスフォード大学に生徒主体で建てられた小劇場バートン・テイラースタジオはテイラーとバートンにちなんで名付けられている。これはオックスフォード大学演劇部の舞台にバートンがドクトリー 1980年代初めに、テイラーは、ロサンゼルス西部の高級住宅ガイベルエアに邸宅を購入し、その後の生涯をここで過ごした。テイラーの持ち家は他に、パームスプリング、ロンドン、ハワイにもあった。同じ幼年時から人気者になったことからマイケル・ジャクソンと親交を深めた。93年からマイケルがトラブルに見舞われた時、彼を弁護した。 その映像はマイケルのドキュメンタリーに引用されている。テイラーは第75回アカデミー賞式典に招待されたが2003年3月にイラク戦争反対の立場からこの招待を辞退した。テイラーは当時のアメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュを公然と非難しており、イラク大統領サッターム・フセインのイラク国外へ退去を要求するアメリカの強硬姿勢が 第三次世界大戦の引き金になるのではないかと危惧していた。2007年12月1日にテイラーはジェームズ・アール・ジョーンズとの共演で AR ガーニー原作の舞台朗読劇ラブ・レターズに出演した。この舞台はテイラーのエイズ基金の創設資金として100万ドルを集めることを目的として上演されたものである。入場チケットは2500ドルで500人以上の 観客が集まった。この舞台の上演は全米客本格見合いストライキとほぼ同時期の出来事で各地の演劇関連施設が閉鎖あるいはピケラインが貼られていた。そこでテイラーは全米客本格見合いに一夜だけの免除を求めた。全米客本格見合いはこのテイラーからの依頼を聞き入れこの劇場にピケラインは貼られることなく舞台は無事に上演された。 マイケル・ジャクソンとテイラーは友人であり、非常に親しかった。マイケルが、キング・オブ・ポップと呼ばれるきっかけを作ったのも、彼女である。2009年6月のマイケル死去の際には代理人を、通して、悲しみに打ちひしがれコメントできないとその共中を、語った。マイク・トッド、と、テイラー夫妻と、娘リザ。1957年テイラーは7人の相手と8回、結婚した。 結婚離婚を繰り返す理由を聞かれたテイラーは、わからない。私にもさっぱりわからないの、と答えている。また、別の機会には、私は、両親から、誰かを本当に好きになったのなら、結婚しなさいと教えられたのよ。多分私は、古風な女なんでしょうね、と話したこともある。テイラーは、以下の男性たちと結婚した。1965年の、いそしぎで、 夫婦共演したテイラーとバートン。テイラーは結婚以外にも多彩な恋愛変歴を持っている。最初の夫であるヒルトンと結婚する前にハイズマン賞の受賞経験があるアメリカンフットボール選手グレン・デイビスと婚約していた。デイビスは婚約が解消されるまでテイラーの母サラが二人の婚約をテイラーの宣伝活動に利用していたことを知らなかった。また、デイビスの他にも 中ブラジル大使ウィリアムリー・パウリーの子息と婚約していたこともある。奥万長者で映画プロデューサーのハワード・ヒューズはテイラーの両親にテイラーとの結婚を応援してくれるのであればテイラーのための映画スタジオ創設に資金協力することを申し出た。母サラはこの申し出に応じたがテイラーがヒューズとの結婚を拒否している。テイラーとヒルトンとの離婚後に ヒューズは突然ヘリコプターで姿を見せテイラーにダイヤモンドを送って結婚を申し込んだこともあった。他にもテイラーは人気歌手フランクシュナトラ、外交官ヘンリー・キッシンジャー、オクマ万長者マルコム・フォーブスと浮き名を流したことがある。2007年には当時付き合っていたジェイソン・ウィンタースと9回目の結婚をするのではないかという噂を否定したが、ウィンタースのことを今まで出会った中で、 最高の男性の一人と語っている。テーラーには、マイケル・ワイルディングとの間に、マイケル・ハワードとクリストファー・エドワードの二人の息子が、いる。また、マイケル・トットとの間には、娘、エリザベス・フランシスがいる。エディ・フィッシャーと結婚していた時に、マリアというドイツ出身の当時2歳のジョジを幼女に、しようとしたことがあるが、1964年に、フィッシャーと離婚したために、 この養子縁組の話はなくなった。後に、リチャード・バートンが、エリザベス・フランシスとマリアを養女にしている。1971年に、テイラーは39歳で祖母となった。テイラーが死去する2011年時点で、マリアも含めて4人の子供たちは存命で、テイラーの孫が10人、創尊が4人いた。1959年に、と、テイラーは、この回収について、 長い間考えてきたことであって、それまでの結婚生活とは無関係だと主張している。マイケル・トットと死別したテイラーは、形だけの宗教に絶望を感じたと語り、カトリックもクリスチャンサイエンスも多くの生と死に関する疑問に答えてくれることはなかったと説明している。電気作家、ランディ・タラボレッリは、9ヶ月にわたって、 ユダヤ教の根本原理を研究したテーラーが真実への直接的な回答があると感じたと指摘している。ユダヤ教の街道であるシナゴーグへとテーラーが行くことはほとんどなかったが私は神が常にそばにいてくださると考えている一人です。礼拝のために建てられた場所に足を運ぶ必要性を感じませんと語っている。テイラーのユダヤ教への改収式の時には両親が立ち会い、 テイラーの改修を全面的に指示した。この彩色でテイラーは、旧約聖書のルツキからの一説を読み上げている。私は、あなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は、私の民、あなたの神は、私の神です。ルツキ。テイラーは、ユダヤ教の神秘主義思想であるカバラにも傾倒し、ロサンゼルスのカバラセンターに参加している。また、 テイラーは55歳の時に応じたインタビューで役に合わせて外見を変えることを強いられるなど子役時代に撮影現場で要求された様々な事柄に押しつぶされないためにどのように心の中での折り合いをつけていたのかを語っている。神は事故に反する行動や一時的な流行を追うことを今占めています。しかしながら私はそのようなことをしてきました。 当時の私は外見を変えたりするのは馬鹿げていると思っていました。私のもじゃもじゃの眉毛や黒髪も何らかの理由で神が与えてくださったものだという父の言葉に同意していたのです。おそらく私は自意識が強かったのでしょう。そんな子供でした。うまく説明できませんが自意識を持つことは当然だと思っていました。肉体とは 全く無関係な内なる心があることにはっきりと気づいていたのですから。さらにテーラーは大人になってから自身の心のありようを理解し始めたと語っている。ある程度の年齢になると心が外見に現れます。神は一定の法則でよく似た外見を複数の人々に分け与えています。 しかしながら40歳くらいになると、それぞれの内面が外見をかたどっていくようになるのです。人生には様々なことが起こります。下界も手術用メスも、どうすることもできません。生まれながらの性格にもよりますし、それまでの生き方あるいは神の未号が、今のあなたの外見を作ったと言えましょう。百六十四年に、当時十二歳だったテイラーは、自身の女優キャリアについて、 映画に出演している有名なエリザベス・テイラーは、私にとって何ら深い意味はありません。単に上辺だけの商品だと言えますと語っている。さらに自身の演技力に関しても、技能と言えるような大したものではありません。私が生まれ持った素養であり、集中力という能力に恵まれていただけですとしている。この時以前に、テイラーが演じた役柄は、美しさと性的魅力を表に出したものだったが、 それは実際の自分よりもはるかに誇張された似ても似つかないものであり、私はセックスクイーンでもセックスシンボルでもありません。そんなものになりたいと思ったことはないのです。私の夫がそのように思ってくれれば、それはとても嬉しいことでしょうけれどもと不満を漏らしている。また、テイラーは男性の性的魅力についても同じようなことを語っている。 私が思う男性の性的魅力は自分では意識していないであろう。天与の温かい心持ちでしょう。リチャードはとても性的魅力にあふれた男性です。誰でも一目でわかるある種の野生的な本質を持っています。それは髪を溶かす仕草や着ている服によるものではありません。彼は自身が持つ肉体的な魅力を意識してはいないけれど、すべてがその言動に現れているのです。 テイラーはこのような魅力を持つバートンを5番目の夫に選んだ。飛行機事故で死別した3番目の夫であるマイケル・トッドを除いて、テイラーは自身の幼少期に受けた厳格なしつけや心情に照らし合わせて若かりし、頃の恋愛相手や結婚相手を振り返っている。私は本当の恋愛というものを分かっていなかったのでしょう。 昔の私は好きだと思った相手と結婚することが当たり前だと思っていたのです。恋心だけに終わらせるのではなく結婚しなければいけないと信じていました。私が最初に離婚したのは18歳の時で結婚生活はわずか9ヶ月しか続きませんでした。あまりによ慣れていなかった私は本当に打ちのめされました。これが私の最初の離婚となったのです。テイラーは リチャード・バートンが自身の子供たちとの間に気づいた強い絆を信じ、バートンとの結婚を望んだ。バートンは絶対的な課長であり、家族はみんな彼を尊敬していました。後に、テイラーはバートンと初めて出会った時から、どのように恋愛関係に発展していったのかを回想している。私が初めてリチャードと出会ったのは、雑然としたクレオパトラの撮影現場で、 彼は監督のジョーゼフ・エルマン・キー・ウィッツをはじめ、その場の皆と挨拶を交わしていました。それからそっと私のそばへ寄ってきて、とても美しい女性だと言われたことはあるかいと言ったのです。私は心の中で、ああ神様と言いました。素晴らしい恋人、素晴らしい祭人、知性溢れるウェールズ人が目の前に現れたのです。信じられないくらいに、 価値観を共有できる男性でした。このことを控室にいる女性陣に告げて回りたいと思ったくらいです。1981年に撮影されたテイラー。テイラーは宝石を愛し、その死後に残された宝石コレクションの価値はおよそ1億5000万ドルと鑑定された。コレクションにはリチャード・バートンがテイラーに送った33.19カラットのクルップダイヤモンドや 69.42カラットのテイラー・バートンダイヤモンドなど非常に有名な宝石が含まれている。テイラーはその他にもイングランド上メアリー一世が所有していたことで知られるラペレグリーナと呼ばれる50カラットの真珠も所有していた。この真珠はバートンがサザビーのオークションで37000ドルで落札し1969年のバレンタインデーに テイラーに送ったものである。映画スターだった、時期のテイラーは、ファッションアイコンだった。テイラーの衣服の購入には、パラマウント映画の衣装デザイナーだった、イーリス・ヘッドや MGM の衣装デザイナーヘレイン・ローズが、テイラーの顔、胸、腰に合うデザインのものを選ぶように助言していた。また、テイラーは、ファッションデザイナーのバレンチのガラバーニア、ロイ・ハルストンの知名度を上げることにも貢献しており、 1980年代に製薬会社のシェディングプラウが開発したスミレ色のカラーコンタクトレンズはテイラーの瞳をイメージしたものだった。生涯を通じてテイラーは一貫して人道活動に献身し、豊富な資金援助も行っていた。HIV とエイズ関連の基金を創設し、総額2億7000万ドル以上の収益を上げたチャリティを主催している。 テイラーはエイズに関する知見がほとんどなかった時代から積極的に支援活動を行った最初期の著名人の一人であり、1984年にエイズ基金を創設してエイズプロジェクトロサンゼルスに貢献した。1985年にテイラーはマイケル・ゴットリーブとマティルド・クリムと共に米国エイズ研究財団の共同創設メンバーとなっている。 この1985年は、テイラーの長年の給養で、共演経験もあるロック・ハドソンがエイズを発症したことが公表され、そして死去した年でもあった。テイラーは1993年に、エリザベス・テラー・エイズ基金を創設し、HIV キャリアやエイズ患者への緊急支援体制を整えた。1991年に、クイーンのフレディ・マーキュリーが、 エイズが原因となって引き起こされたニューモシスチス肺炎で死去した際には翌年に開かれたフレディ・マーキュリー追悼コンサートに出演エイズの危険性に対するスピーチを行った2006年には診察台と X 線撮影装置を備えた全長11メートルの介護車両を購入しエリザベステラーエイズ基金とメイシーズの名前でニューオーリンズに寄付したこの2006年は 前年にニューオーリンズを含むアメリカ南東部に多大な被害をもたらしたハリケーンカトリーナの爪痕が残っている時期であり、テイラーはニューオーリンズのヒエリエイズ対策委員会にも50万ドルを寄付している。この寄付はテイラーの74歳の誕生日に合わせて行われ、ニューオーリンズ周辺のエイズ対策委員会が今まで通りにタイエイズ患者救済活動を続けられるようにという、 願いが込められたものだった。テイラーは、タイ HIV、エイズ患者に対する人道活動で、1992年にアカデミー賞のジーン・ハーショルと共愛賞を受賞した。テイラーが死去した時に、これらの人道活動について前、アメリカ大統領のビル・クリントンが、エリザベスの意志はいつまでも世界中の人々の心に素晴らしいものとして生き続けるだろう。 彼女はそれだけの業績を残し、たゆむことのない努力を続けたのだとコメントしている。ユダヤ教に回収した後のテイラーは、その生涯を通じて、ユダヤ教義の普及に尽力した。1959年には、テイラーが多額のイスラエル国債を購入したことから、アラブ諸国でテイラーの映画がボイコットされている。また1962年には、クレオパトラの 最終ロケ地となったエジプトへの入国を拒否された。この時、エジプト政府は、テイラーがユダヤ教信者でイスラエルの大義を支持しているために、エジプトへの入国を禁じたという声明を出している。しかしながら、クレオパトラはエジプトの大衆に受け入れられ、テイラーのエジプト入国禁止措置も1964年に解除された。1974年に、 テイラーとバートンは二度目となる結婚式をイスラエルであげることを望んだが、バートンがユダヤ教徒ではなかったために、この希望は叶えられなかった。テイラーはユダヤ民族基金のようなユダヤ教組織に資金援助をしていた。イスラエルへの移住を希望するソ連のユダヤ教徒たちを支持し、1967年に勃発した第三次、中東戦争でイスラエルを激しく非難し、 シオニズムが人種差別主義だとする1975年の国連総会決議3379号に賛成したソ連に対する抗議としてソ連訪問を取りやめたこともあった。1976年のエンテベク後輩ジャック事件では人質となったユダヤ人100人以上の身代わりになることを申し入れたこともある。そしてイスラエル軍によって 人質のほとんどが無事に解放された後の1977年1月に、テイラーは、カーク・ダグラスらともに、エンテベの勝利というテレビ特番を呼び映画に、出演した。この番組でテイラーは、この事件を見過ごすことはできませんでした。私はイスラエルに強い親近感を抱いており、エンテベの救出作戦が成功することを、心の底から固く信じていましたと語っている。 テイラーが死去した際に喧嘩されたハリウッドウォークオブフェームに設置されたテイラーのスタープレート。テイラーはその生涯の多くの時期を健康問題に悩まされていた。ヒルトンとの離婚をはじめとして、私生活で問題が起きた時には常に深刻な病気に襲われる暮らしを送っていた。テイラーは70回以上の入院経験があり、20回以上の大手術を受けている。 テイラーが既得だという間違った報道が幾度となく、新聞の一面に掲載されたが、テイラー自身は、既得状態に陥ったのは4度だけだったと主張している。身長5フィート4インチのテイラーは1980年代に大幅な体重の増減を繰り返し、軽い時には119ポンドから重い時には180ポンドに及んでいる。50歳代半ばまで喫煙しており、 1975年10月に X 線検査を受けた時には肺に影が見つかって肺がんではないかと診断されたが、後に病巣ではなかったことが判明している。テイラーは5度にわたって背中を痛めたことがあり、人工股関節置換手術と死急適室手術を受け、赤理や腸脈炎、食道専行の利病経験もあるほか、1997年には良性だが、 脳主要摘出手術を受けている。肺炎の発作で生死をさまよったことが二度あり、1961年の発作時には緊急の期間切開で一命を取り留めた。1983年には35年間にわたって睡眠薬と鎮痛剤を常用して中毒症状となっていることを告白している。1983年12月から1984年1月に、 かけての6週間と、1988年秋から1989年初頭に、かけてアルコール依存症と処方薬乱用の治療のために、ベティフォードセンターに入院したこともあった。2006年5月30日に、テイラーは、自身の重病説を否定するために、テレビの生番組、ラリー、キングライブに出演し、アルツハイマー型認知症に苦しんだ品種の状態に、 あるという噂を一周した。しかしながら最晩年のテイラーは陰遁生活を好み、病気や個人的な理由で約束を違えることも多かった。車椅子を使用するようになり、その理由を尋ねられたテイラーは骨粗傷症であることと、生まれながらに、脊椎側、腕症を患っていることを理由に挙げている。テイラーの外見上の特徴でもある二重まつ毛は一種の、 突然変異によるものだが、同じような突然変異がその後の心臓疾患にも影響を与えた可能性がある。テイラーは2004年11月にうっ血精神不全と診断され、身体全体、特に足首と足に十分な血液を循環させるには心臓が弱まりすぎていると告げられた。2009年には心臓外科手術を受け、弱っていた心臓弁を交換している。 2011年2月に新たな心疾患の兆候が現れ、ロサンゼルスのシダーズ市内医療センターに入院したが、4人の子供たちに見取られながら2011年3月23日に79歳で病院内で池を引き取った。テイラーは死去した翌日にラビであるジェリー・カトラーが主催するユダヤ教式葬礼の下、カリフォルニア州グレンデールのホレストローンメモリアルパークに埋葬された。 テイラーの遺体は壮大な霊病に収められているが、一般人の立ち入りは禁止されている。テイラーの葬式は予定時間よりも15分遅れて開始された。これはテイラーの要望によるもので、彼女は自身の葬式でさえも遅れることを望んだのですと代理人がマスコミに語っている。テイラーは最高の映画スターと呼ばれている。MGM の映画に出演して大衆から注目された。 テイラーはすぐに12歳で子役スターとなり、その後も成功した映画に出演し続けて、その作品の多くは現在でも傑作だと考えられている。映画界で名声を得て、ハリウッドの象徴となったテイラーは、ハリウッドの名声を高めることに貢献し、スターに上り詰めた典型例と言われるようになった。女性社会学者のカミール・パーリアはテイラーを、 映画史上最高の女優と評している。さらにパーリアは、テイラーが自身の出演作に次のような効果をもたらしたとしている。彼女の表情とカメラの間には、刺激的で感動的な、対電して震えているかのような空気があった。それは、超感覚的で、異教じみた出来事だった。テイラーは1960年代の性格名にも大きな役割を果たした。プレイボーイに、 ほぼ全裸のグラビアを掲載した最初の有名人の一人であり、映画で脱衣シーンを見せた最初の映画女優の一人でもあった。1951年の映画、日の当たる場所に出演した時のテイラーは17歳だったが、その成熟ぶりは、ハリウッドのコラムニストであるヘッダ・ホッパーに衝撃を与え、ホッパーは、テイラーの早熟な感能性について一文をもの、したほどである。 映画視野のアンドリュー・サリスは、テイラーが、モンゴメリー・クリフトと演じた、ラブシーンについて、チョコレート・サンデーをむさぼっているかのような、あまりに激しい性愛演技に驚愕したと語っている。映画を離れたテイラーの素顔は、らしくないスターだったとテイラーの電気作家、ウィリアムマンが指摘している。著実家グロリア・スタイネムも、うぬぼれを持たない映画の女王。自分の言動を律する達人で、 共演する他の女優ともめ事を起こすことはないとしている。1966年の映画でテイラーが主演したバージニアウルフなんか怖くないの監督マイク・ニコルズは今まで一緒に仕事をした俳優の中でテイラーが最も庶民的な心を持っていたと語ったことがある。テイラーは撮影現場の電気技師や単なるスタッフに対してもチャリティ会場で ロスチャイルド家の一員と出会った時と同様の接し方をしていた。映画監督、ジョージ・キューカーは、テイラーが稀に見る美徳である、飾らない、優しい心の持ち主だったと語っている。テイラーと二度結婚し、十一本の作品で共演した俳優リチャード・バートンは、テイラーの女優としての才能に大きな敬意を払っている。バートンは、彼女は今までで最も過小評価されている。 映画女優の一人だと思うけれど、私は彼女が史上稀に見る素晴らしい人だということを知っている。誰も彼女の足元にも及ばないよと語っている。初のアカデミー主演女優賞を受賞したバターフィールド8のポスター。テイラーは1960年のバターフィールド8と1966年のバージニアウルフなんか怖くないでアカデミー主演女優賞を2度受賞している。 1992年には、エイズ撲滅に対する活動で、アカデミー賞ジーン・ハーショルという愛称も受賞した。また、1997年には、全米映画俳優組合の生涯功労賞も受賞している。テイラーは、この受賞式に出席することができなかったため、俳優グレゴリー・ペックが、テイラーからのメッセージを代読した。このメッセージには、エイズ流行の根絶活動が、 テイラーの人生の重要な部分を占めることになったこととエリザベス・テイラー・エイズ基金に対する全米映画俳優組合の貢献を感謝する言葉が綴られていた。テイラーは1987年にフランスのレジオン・ドヌール勲章を授与され、2000年にイギリスの大英帝国勲章のデームコマンダーを受章した。2001年には人道活動、特にイエイズに関する研究、 国際的な関心の喚起、蔓延に関する取り組みなどに対して200万ドル以上の資金を集めることに貢献したとして、アメリカの大統領メダルが授与された。また、2007年には、カリフォルニア州が制定したカリフォルニア州、電動博物館の一員に選ばれている。1994年には、カリフォルニア州のパームスプリングスのウォーク・オブ・スターズに、テイラーのスタープレートが設置されている。 テーラーは1942年から2003年までに数多くの映像作品に出演している。また、下記に挙げた作品の他にもドキュメンタリーやインタビューで映像として残っている作品もある。ありがとうございます。